一体どうした？とんだ災難だ。普通に死者を船で送る日ってのはないのか。はあ、何があったんだ？あの者たち全員の硬貨が盗まれたんだ。彼らがスティクスを渡れるように泥棒を見つけ金を取り戻してやってくれ。ただで渡してやるのはどうだ？へえ、あんたが来たばかりってことは分かってるが、ここにはここのやり方がある。それにそんなことをしたらハデスにつま先を燃やされちまう。分かった、硬貨泥棒を探そう。みんな聞いたか？俺の助手が泥棒を見つけてくれる。どうして硬貨なんて盗むんだ？そんなの分かりきってる。硬貨がなきゃ冥界へ行くのにスティクスを渡れない。怪しい奴に心当たりはないか？大勢がここを通る。正直全員同じに見える。おい、よく考えろ。そういえば奇妙な振る舞いをした商人と政治家がいたな。船着き場に駆け込んでこなかったな、やつらだけだ。何か分かったら戻る。私なら魂の通り道から当たるね。最初の効果がなくなった場所だ。幸運を。やれやれ、冥府に来てまで泥棒探しとはな。捕まると厄介だ。慎重に。
誰かが何かを埋めてそれを取りに戻ってきたのか。急いでたようだ。金の腕輪だ。だが壊れた。持ち主が掘ってる時に壊れたんだな。あなたはどうやらここにいる人たちとは違うみたいね。俺は死者じゃない。そういう意味ならな。探し物をしてる。それなら私も同じよ。なくした硬貨を探してるの。この辺りのどこかにあるはずなんだけど。最後に持ってた時のことは。大勢の人たちとぼんやり歩いてたのを覚えてる。みんな船着き場へ向かってた。どこから来たのか覚えてないわ。でもこの場所に着いたら政治家みたいな男の人が立ち上がって演説をしたの。みんな立ち止まったわ。硬貨をなくしたと気づいた時はどこにいた。船着き場よ。渡し森に払おうとしてなくなってることに気づいたの。何か奇妙なものは見なかったか。そういえば政治家を船着き場から離れていったの。他のみんなは船着き場に向かってたのに。行かないと。見つかるよう祈ってるわ。こんな恐ろしい荒野でどうやったら探し物なんてできるんだ。あんた盗まれた硬貨を探してるようだな。なぜ知ってる。もしやお前泥棒の腕前を褒めに来た黒幕か。俺も泥棒を探してるんだが、その態度はいただけないな。すまん。探してみたがここには何もなかったよ。最後に効果を持ってた時のことはどうだ。もちろん覚えてるさ。他の連中と渓谷を歩いてて商人と話し始めたんだ。偉そうなやつでな。この後に及んで宝石や黄金を身につけてた。ここはやつには合わないだろうよ。で船着き場に着いた時にはなくなってた。何か気になることはなかったか。話をした商人だが落ち着かない様子だったな。渡し森に金を払わなきゃならんのかと聞かれたよ。あいつももしかしたら盗まれてたのかもな。情報は十分だな。空の硬貨入れだ。紐が切られてる。効果は見つかったのか。情報は十分。
また来たのね。何か行かないと。見つかるよう祈る。上等なもののようだな。効果を奪うために使われたのか。効果は見つかったのか。この探検を見つけた。何か思い出さないか。ああそう、それだよ。盗っ人が財布の紐を切った時に私を傷つけたのは。やったやつは見たか。いや、あの時は演説する政治家に集中してたからな。魅惑的だったんだ。情報は十分だな、政治家が群衆に話してる間目撃者を切られた。そら止まれ。やっとか。お前も迷子になったかと思った。あんたも不安になったりすることがあるのか。俺たちについてお前が知らないことはたくさんあるぞ。どれだけ気が短いかとかな。泥棒が誰か分かったか。死者は政治家が演説してる間に盗みにあった。証人の一人は
船着き場を離れて群衆の中をフラフラしてた彼を怪しんだろ。ああそうだ、私でも気づいた。一方商人は私賃を訪ねてた。俺は効果を奪うために使われた上質な探検を見つけたし、効果を隠した穴のそばで金の腕輪も見つけたんだ。面白くなってきたな。商人だ、奴が盗んだ。強欲な商人め、やっぱりそうか。来い、やつを仕置きしてこの一件を終わらせよう。やれやれ、効果を盗んだのはお前か。こんなことをバカげてる。なぜ冥府へ行くのに金を払わなきゃならんのだ。泡ごたよせ、お前はただ強欲がゆえに盗んだ。やつらはもともと金を持ってなかった。なら死んだ後だって必要ない。私はここでだっていい暮らしをするべきなんだ。ハデス様、お会いできて嬉しゅうございます。どのようなご用向きで。タルタロスの奥からでもこの騒ぎが聞こえたぞ。何事だ。こいつが使者たちから金を盗んでシティクスへ投げ込んだんだ。上妙の者のやることはいつも斬新だな。お喜びいただき幸いですが、この者らの私賃がなくなってしまいました。効果がないなら私の領域に渡ることはできない。カロンよ、それが法だ。彼らは法が定めた効果と共に送られてきました。とかを認めるに足る者たちです。ではここにいる我らの共に決めてもらうとしよう。平穏を得る機会を盗まれたんだ。渡る権利がある。よく言ったアレクシアス。彼らは冥府へ入ることを許されるだろう。この男はどうする。猟犬に食わせるべきかと。そう言うと思っていたぞ。時として難しい選択をしなくちゃならんこともある。それを自信を持ってやれる人間というのは珍しい。俺は昔からそうだ。これからもな。無力な聖者にしてはよくやり遂げた。ハデスは言ったな。これはお前が持つべきだ。ありがとうカロン。行かなきゃならんとは残念だ。お前はいい助手だったよ。探してる答えが見つかるよう祈ってる。Thank you.